頼本千尋です。4年前に京都から移住してきました。鳥獣害対策で捕獲されたイノシシやシカの皮を使って革製品を作っております。旦那が地域おこし協力隊になったのがきっかけなんですけれども、岡山はもう全然親戚とか知り合いとかもいない状態で、人から聞いた話とネットの情報だけですね。岡山以外も見学したりしてたんですけど、気候の良さとか雰囲気とかで、あ、岡山っていいなっていうところから始まって、息子の小学校が、ちょうど入学する時だったんで、小学校もいろいろ見学したりとかして、地域の方と話したりして、あ、なんかいい場所だなって思って移住しようと思いました。捕獲された生き物ってどうしてるんだろうっていうところに興味を持ったのが始まりで、その捕獲したシカとかイノシシをできるだけお肉として食べてるんだよっていう話を漁師さんから伺ったんですけれども、皮は捨てているっていうことを聞いて、皮にしたら使えそうなのを捨てちゃうのってもったいないなって思ったところから始めて、で今の活動につながっています。野生生物なんで傷とか穴とかが多いんで、それは難しさでもあるんですけど、個性的な皮なんで、それは作ってて楽しさはあります。はじめやっぱりその漁師の方も、その皮で使うっていうことが難しかったりとか、そんなことやってたら終えんでみたいな感じの、あんまりそのよく思われてない方が多くって、あとはでもこういうことをやりたいんだっていろいろ話してるうちに、あ、じゃあ応援するよって言ってくださる方も現れたりとかして、割とその協力的になってくれたりとかした方もいらっしゃったりとか、やってるうちにちょっとずつ理解してもらったかなっていう感じです。で、自分だけでは出てこないアイデアとかもいただけたりとか、純粋にこんなものあったらいいんじゃないかっていう風に教えてもらったりとかもすごいするんで、できる限りいろんな方と関わってできればと思ってます。春とかなんか夏とかになると、すごい息子って生き物が好きなんですよ。なんで虫捕りをしたりとか、カエルを捕まえたりとか、あと近くの川で魚を探したりとか、そういう自然に触れ合った遊びがたくさんできてるんで、それがすごい来てよかったかなって思うと言いますか、はい。少人数の学校が多いんで、その分一人一人がしっかり見ていただけたりとか、子ども同士も人数が少ない分結束力があるというか、あとすごい優しい子が多かったりとかして、なんかその居心地がいい環境かなって思います。やっぱり晴れの国岡山っていう新鮮で美味しい食べ物がいろいろあったりとか、岡山に来て自分の望んでる生活とか、その子育てとかやりたいこととかがいろいろできるようになって、すごいいい環境だなって思います。本当に来てみないとわからないことっていっぱいあるんで、検討している場所は絶対その足を運んで見に行くのが大事だなっていうのと、できるだけその地域の方と話してみたりとか意識して持った方がいいかなって思います。竹部町ってすごいいろいろ頑張ってる方がたくさんいるん で一緒に活動させていただきたいなっていうのとか、できるだけ岡山の方とか岡山の素材とコラボして、岡山のジビエレザーっていうのをもうちょっと PR できるようになっていきたいなと思います。